そこの者、直ちに暴行をやめなさい。どうしてシャブ行様が。いや、俺たちを動かせるのは旦那様だけ。他の奴の言葉に耳を貸すつもりはない。そうですか。ならば覚悟なさい。隊列隊列、者ども続け。仕掛けるぞ。剣影を。よっ、行くぞ。安らかに。よっ、行くぞ。くそ、行くぞ。早く旦那様にこのことを伝えないと。おい、逃がすか。追わなくて結構。魚を釣るには餌が必要です。放っておきましょう。それよりも、彼らは先ほどの戦いで鍵を落としていました。まずは新之丞を救出します。ただ激しい戦闘だったので鍵を見失ってしまったようです。蹴られてどこかに行ってしまったのかもしれません。お、タヌキがいるぞ。もしかしてタヌキが持ってったんじゃないか。ねえ、追いかけましょう。助かりました。危うく溺れ死ぬところでした。彼らは私を檻ごと海に放り込むつもりだったようです。そうだ、お嬢様のコインですが、何者かがそれを利用してよからぬことを企んでいるようなんです。落ち着け新之丞、そのことならもう知ってるぞ。え、はい、その件でしたら私たちも気づいていました。ここまでの流れも私が考えていたものとほぼ一致しています。この計画の首謀者はそう簡単に諦めないでしょう。すぐに新たな策を講じてくるはずです。私たちも対抗手段を考えなければなりません。シャブ行様が自ら手を貸してくれるんですか。この件は三奉行にとどまらず稲妻全土に関わる一大事。私の中立的な振る舞いもここまでです。将軍様は昔からくだらない権力争いを嫌悪していました。将軍様の臣下たる奉行として、私はこの件を解決に導く義務があります。そうなのですか。新之丞、とりあえず今は戻ってはいけません。どこか身を潜めるのが得策です。旅人さんにパイモンさん、我々もここを離れましょう。おや、これはこれは、シャブ行様ではありませんか。あなたが理由もなくここに現れ、私の部下に怪我を負わせたと聞きましたが、まさか何か企んでいらっしゃるのでしょうか。いえ、死刑が行われていると小耳に挟んだものでして。
責任ある稲妻の後人として見過ごすわけにはいかなかったのです。たとえ新之丞があなたの家臣であっても好き勝手にできるという法はありません。死刑？死刑だなんてとんでもない。これはただのお仕置きですよ。あの雑敗、どういうわけかお嬢様のもとへ行き、自分勝手で失礼なことを口走ったのです。身の程知らずも甚だしい。そのせいでお嬢様はひどく怯えていらっしゃる。つまり彼がそのような行動を取った理由をあなたはわからないのですね。そうでなければどういうわけかなんて言い方はしないはずです。こちらはあらぬことをいろいろと吹き込まれたのです。わけがわからないのも当然でしょう。両家の婚姻は実にめでたいことですが、あの小賢しい男のせいでことが複雑になってしまいました。柊様が九条家へ嫁いだとしても柊家のお嬢様であることに違いはありません。勘定奉行で最も地位あるお方のままです。もちろん私たちも誠心誠意を尽くして彼女に仕え、孝子の憂いを立つのにお力添えします。責務を果たすのが我々の原則。それを守るどころか、あの男はお嬢様の心を乱した。彼は情熱的な男であったがゆえに過ちを犯したのでしょう。しかしあなたのように高貴なお方であれば同じ結論には至らないはず。くそー、理屈ばっかこねやがって。ムカつくな。そういえばふと思い出した話があります。シャブ業について以来、私は毎日のように興味深いものを見聞きしてきました。ある外国の商人から聞いた話によると、とても長い舌を持つ鳥がいるそうなんです。その舌を口の外へ引っ張り出すと結び目を2つも作れるほど長いとか。あなたも博識なお方、そのような希少な鳥が普段どういった目的で使われるか当てられるのではないでしょうか。は、観賞用の愛玩動物ですか。この鳥の面白いところは飼うことができず何の役にも立たないところでして、仮に捕まえたとしても舌を切って窓から放り捨てるしかありません。なぜなら皆口を揃えてこう言うのです。舌が長くへりくつばかりこねて騒いだ挙句、全てハッタリであったと。な、シャブ行様ともあろう方が我々勘定奉行を揶揄するためにここまで来られたのですか。いえ、とんでもありません。勘定奉行の皆様はいつも実直で自身の責務を果たす善良な方々だと思っています。まさかあなたのような方が人を煙に巻いたり重箱の隅をつついたりするとは思いもしませんでした。その上、柊様を勘定奉行から引きずり下ろそうと画策するとは。シャブ行様、その発言に証拠はあるのですか。目の前に証人がいるではありませんか。あなたは彼が確信をついたのを知って慌てて口封じをしようとしましたね。おや、松浦家は名家だというのに忠誠心は臣下である彼に遠く及ばないようです。せっかく教育を受けて官僚になったのに表沙汰にはできない悪巧みばかりするなんて、賢いと言うべきか愚かだと言うべきか、果たしてどちらでしょう。将軍様のために働いてきたあなたは周りの優秀な人々からちっとも学ばず、利益に目がくらみ自らの前途を絶ってしまった。松浦様、私は決して怒ってなんかいませんよ。むしろあなたのことを残念に思っているのです。ああ、そうですか。では聡明なあなたは私をどうしようというのです。これは我々勘定奉行の問題、こちらで何とかします。それから竹の内情にまで口を出すのであれば、私も勝手にあなたの意図を推察しても良いということですよね。
あなたはただ勘定奉行と天領奉行の力が一箇所に集中することを避けたいだけ。もしそうなれば奉行官の均衡が取れなくなり、社奉行の地位が脅かされてしまうからです。だからもっともらしい理由を見つけて、この婚姻をなかったものにしようと企んでいるのでは。おや、あなたの目にはそのように映っていたのですね。さすがと言うべきでしょうか。賛成力に関する利害の配慮は私よりもはるかに優れているようです。ふん、婚礼は必ず行います。どのような手を使おうとも止めることはできません。今頃は布告もされ、稲妻でその瓦版が飛び交っているでしょう。九条鎌治と柊木千里が恋仲であったことは世間に知られていませんでした。ですが今はもう各地で話題となっているはず。これが布告された時点で、たとえ婚姻がまだであっても、あとは時間の問題です。なるほど。やはり私の考えが足りていませんでしたか。はあ、ようやくそれを思い知ったのですか。本当はあなたのことを、そこらの人々よりは賢いと思っていたのですが、全く残念です。組里綾人、貴様、もう言いたいことは終わりのようなので、そろそろ私もよろしいでしょうか。何が言いたい。婚姻を結ぶことで勘定奉行と天領奉行が一つになれると本気でお思いですか。実際孤立するのは勘定奉行の方かもしれませんよ。何。さて、あなたとは大変有意義なお話ができましたので、これで失礼します。おい、何が何だかおいらさっぱりなんだけど。彼らが策を講じるのであれば、私も無策で挑むわけにはいきません。予想していた通り、彼らは前に出て牙を見せてくれました。まずは稲妻城に戻って現状を確認しましょう。策の説明はその後いたします。これ見て、勘定奉行の柊木お嬢様と天領奉行の九条鎌治様が結婚するみたいよ。へえ、これ以上お似合いの二人はいないだろう。ええ、けど突然よね。そんな雰囲気全くなかったし。ああ、でもこの一歩を踏み出すのはそう簡単なことではなかったはずだ。二人の門出を祝おう。結婚式が行われるのはもう間違いないみたいだな。結論を出すのは早計です。向こうはこの勢いに乗じて婚姻を推し進めるつもりなのでしょう。ならばこちらは相手の計略の裏をかけばいい。ただそれも九条鎌治の協力あっての話ですが。皆様、いいところにお越しくださいました。実は僕も今しがた耳にしたばかりなのですが、どういうわけか僕と千里さんの婚姻が公表されたようなんです。どうしてこんなにも急な発表がされたのでしょう。僕はまだ心の準備が。それなんだけど、実はすっごく複雑なことになってて。なるほど、まさか僕たちの婚姻を利用しようとする者が現れるとは。
このまま婚姻を進めた場合、あなたに影響はさほどありません。しかし、ヒイラギ様の方には何かしらあると考えた方がいいでしょう。僕もその可能性を考慮していなかったわけではありません。ただ、彼女と結ばれたいという思いの方が勝ってしまったのです。だから、千里さんを守るためなら何でもすると、そう彼女に約束をしました。ええ、お気持ちはお察しします。ただ失礼ながら、彼女はそもそもあなたの庇護を必要としていなかったのではないでしょうか。考えても見てください。あなたが彼女が守られなければ大変なことになると思った時点で、彼女は何か失っていることになるのではないでしょうか。あ、そんな。あなたを責めるつもりはありませんよ。大切な人を守りたいという気持ちは当然ですから。それにあなたはとても聡明で優しいお方。心配のあまり混乱さえしていなければ、もっと慎重に考えることができたはずです。あなたの愛するヒイラギ様はきっと自立心が強く、優しく、決して屈しないお方なのでしょう。しかし、もし彼女がこのままあなたと婚姻を結べば、これから先あなたにもたれかかることになってしまいます。それでも問題ないのでしょうか。僕は心から彼女を愛しています。この身を捧げても彼女を幸せにしたい。だからこそ、彼女が苦しむ姿はもちろん、利用される姿も見たくありません。神里様のおっしゃる通りです。僕の今までの考えはあまりにも稚拙で自分本位でした。ただもう手遅れなのではないでしょうか。すでにあちこちに布告が。私に策があります。しかし、この策には悪役が必要です。鎌地様、この策で私とあなたは悪役を演じ、ある程度の危険に身をさらす必要があります。いかがなさいますか。まだ挽回の余地があるのならば、ぜひその策をご教授いただきたい。私は勘定奉行の者にこう伝えました。この婚姻によって勘定奉行と天領奉行が一つになることはない。これは逆に勘定奉行を孤立させる計略であると。この計略で柊木家の力を弱めるにはある条件が必要です。それは天領奉行が婚姻について何も思わないこと。そもそもメガリレーの終結後、天領奉行は勢力の弱まった勘定奉行に手を出すことも可能でした。そのような行動を起こさなかったのは、あなたが天領奉行の当主につき、そして相手に柊木様がいたからです。つまりあなたにとって最善とも言える手は、社奉行の指示を受け、一刻も早く婚礼の儀を挙げること、そして柊木様を迎えることです。それによって天領奉行の当主であるあなたはもう何も心配をする必要がなくなります。なるほど。確かに今の状況に合った巧妙な策と言えます。そうです。我々の狙いは柊木様の立場を変えることにあります。早々に彼女を追い出すべき足手まといからいなくてはならない守護者へと変えるのです。そうすれば勘定奉行での柊木様の地位も確保できるでしょう。あの者たちがこの一件の背後にある組織網に気づいた時、婚姻を阻止するためあらゆる手段を講じるはず。彼らが作り上げた障害は彼ら自身の手で解決してもらえばいい。承知しました。組織網がうんたらかんたらって、もう複雑すぎてわけわかんないぞ。オイラたちは何をしたらいいんだ。もっとわかりやすく言ってくれ。となれば、ことの背景が勘定奉行の耳に無事届くようにしなければなりません。私と話をした松浦様も今頃は落ち着きを取り戻し、起こりうる事態を考えているはず。
用心を始めることでしょう。彼は間違いなく稲妻城内に偵察を多数送り込みます。我々はそのものを利用し偽の情報が育つようにするのです。鎌地様、あなたのお力もお貸しください。そろそろ頃合いですね。私の忍びが彼の放った偵察を1名特定しました。その者が策にかかるか皆で見に行くとしましょう。